サプレザはアメリカで生産され、フランスで調教された競争馬。馬名は父母名を組み合わせたものであるが、名前自体に意味はない。2009年4歳春までにリステッドレース2勝を含む3勝のほか、重賞競争でも構想を続け、同年秋の G1 サンチャリオットステークスでは、A1000 ギニーなど AGI2 勝はガナーティを退け、優勝。 また1998年に独立した、これ長教師は、開業12年目での G1 タイトル獲得となった。翌2010年にも、同競争を制覇するなど、デビュー当初より1600メートルから1800メートルの競争主体に活躍を続け、長教師より、この馬のセールスポイントは順能力と精神力と評された同馬は、普通欧州県のほか、日本、 香港へも遠征、大崩れのない堅実な成績を残し、他国の馬場への適応ぶりを見せた。日本へは、サンチャリオットステークスの実績から2009.20102011年のマイルチャンピオンシップの招待馬として出走、それぞれ3着4着3着という結果となっている。2011年には報奨金1800万円を獲得した。 2009.2010年のレースに起乗したペリエルメール両機種、そして東京市らは口を合わせ外枠に入った不利を敗因に挙げた。この他2010年、ビクトリアマイルへの選出馬にも選ばれているが、こちらは気候による調整の遅れを理由に出走を辞退している。2011年初戦のパレロワイヤル賞を制覇。ファルマス・ステークスとロートシルト賞では共に2着。 ジャックル・マロワ賞では3着となった。9月のサンチャリオット・ステークスに出走し3連覇を達成する。マイルチャンピオンシップ3着の後は香港へ遠征し、12月の香港マイルに出走したが8着に敗れた。このレースを最後に現役を引退し、ヤシロ大ファームで繁殖品馬となった。なお、サプレザは当初オーナーブリーダーであるダグラス・マッキンタイヤの所有馬であったが、 2010年、サンチャリオットステークス優勝後にトレードが成立し、吉田テルヤの所有場となっている。2020年3月28日に4番子の里のインプレッサが毎日杯を制し、3区の重賞発制覇を挙げた。2020年3月23日に死亡。ありがとうございます。